はい、フォールアウト76、続きやっていきたいと思います。本日1月19日、よろしくお願いします。本日の無料分は、ランチボックス、いただきましょう。ほいじゃま、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ポキって、デイリー確認していきましょう。ワークショップまたキャンプに床また壁の装飾を作る5。アルコール飲料を作成する、アルコール飲料を発酵させる。はい、ガラスを含むジャンク解体10。変異したパブリックイベントを完了する。変異した敵を倒す、発光するクリーチャーを倒すということですね。はい。まあそんな感じ。まあ、結構来てるね。まあじゃあ、適当にパパッとね、作っちゃいましょう。はい、行きましょう。はい、ワークショップまたはキャンプに床または壁の装飾を作る、達成です。はい、アルコール飲料作成する、達成です。はい、変異したパブリックイベントを完了する、達成です。はい、発光するクリーチャー倒す、達成です。はい、変異したパブリックイベントが行った瞬間終わっちゃったんで、デイリーオプスに来ております。今回モンスターカル鉱山モールマイナー、不安定鋭い姿勢になります。よろしくお願いします。はい、変異した敵を倒す銃、達成です。はい、オプス終わりました。じゃあ戻って続きやっていきましょう。はい、アルコール飲料発酵させる3、達成です。で、はい、ガラスを含むジャンク解体するで悪くなったんで、はい、これで達成ですね。はい、そんな感じで、ウィークリーの方も達成したね。はい、そんな感じで本日のデイリーすべて達成です。あと、アルコール飲料ちょっと飲んでワークショップ確保する感じで、ウィークリーの方も終わりますね。はい、今回パートはこんなとこで終わりたいと思います。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。